島聖縁、島聖縁、島聖縁、1892年、明治25年2月18日、もしくは13日から1970年、昭和45年3月5日は、大正から昭和初期の女性日本画家、大阪府堺市生まれ、本名、諏訪、結婚後は、森本聖坂へ。1892年、明治25年2月18日、 もしくは十三日、大阪府堺市熊野町で、島英吉、千賀夫妻の長女として生まれる。戸籍町では、母の実家、諏訪家の養女とされたため、結婚までの本名は、諏訪坂堺。父は襖などに絵を描く画工、兄の一次郎、千八八百十五千九百六十八、も、引き札や、うちわなどに絵を描く画工を制御とするから、田一周に指示し、 漁風と合して日本画家としても活動した。幼少時は母、地下の実家である遊郭街の中にある茶屋で頻繁に日常を過ごす。堺市、宿院人上小学校を経て、1904年、明治37年に堺女子高等小学校を卒業。この翌年に、一家で大阪市南区加治屋町に転居したが、ここもまた大阪の南に近い場所であり。 カ流会海の習俗に親しんで育つ。15歳頃から、父や兄の仕事に興味を示し、身を見よう見まねで絵を特集。ほどなく、大阪海が春秋展に、小野小町を描いた絵を出品。その一方で、北野常富、野田久保らにも詩宿して、日本画の基礎を学ぶ。詩的な友人としての彼らから、指導、助言を受けた、以外、正式には誰にも指示していない。 いくつかの図案協議会に作品を出品した後、1912年、大正元年の第12回、辰巳が会展に、三真根が同年10月の第6回文部省美術展覧会、文展では、総上門長の優雅、それぞれ入り、若干20歳で、中央画壇へのデビューを果たす。東京、京都が中心とされていた。 当時の日本画壇において、大阪からの年若い女性画家の出現は、画期的なこととして迎えられ、京都の上村松園、東京の池田松園と共に、三と三園と並び称される。また、各方面から多くの制作依頼が寄せられたほか、入門志望の若い女性たちが多数自宅を訪れた。翌九百十三年、大正二年にも、祭りの装いで文展に入選し、 朝霞宮近子内親王、火曜宮大妃殿下、具体的に誰を指すかは不明へといった皇族からも制作依頼が寄せられたりしたほか、1915年、大正4年の第13回三越会画展覧会では、作品が横山大観、竹内聖法、北野常富良有名画家のそれと共に展示され、さらに同年の第10回文展では、稽古の暇川に、 お風の村のわらべと共に入選。高い社会的知名度を得る。1916年、大正5年5月、かねてから、信仰のあった、同年代の女性日本画家、北日草、岡本サラ園、松本花羊と結成した、女4人の会の第1回展が、大阪で開催され、他の3人と共に、伊原彩閣の、公職一大女に取材した。 著作を出品、妙例の女性画家たちによる意欲的な展覧会として話題を呼んだが、身分違いの恋や不倫の恋、心中、性的盗作、犯罪など恋愛感情に駆られての反社会的、反道徳的行動を主題とする文学作品を題材とする絵画を若い女性画家が描き、それらを発表する展覧会を開いたということが、指揮者には生意気な 挑発的行動と受け止められ、残無した遊戯を嬉しいンで生やし立てる大阪の、甲塚というのもまた辛いもの、中央美術大賞5年6月と揶揄された。また同じ頃から北の常富、谷崎純一郎の弟谷崎誠二、人気力士、大西木宇一郎らとの恋愛ゴシップを書き立てられるようになり、有名人としての苦悩も味わう。また同年の第回文編では、 共放期の風俗に取材し、身分、年齢も様々な多くの人物を画中に書き込んだ、大作、灯籠流しを出品する者の,の落選の浮き目を見た。これには、前年の第9回展で大量の入選者を出したことと、美人画質を特設するほど多くの美人画が出品されたことへの反省、反動が働いたとされ、関西出身の女性画家の作品も、 岡本サラエンのものを除いてことごとくが落選した。入選が確実視されていた、この作品が線に漏れたことを、かぶらききよかたも惜しんで、島生園女子の作は落とすべきものとは思われないが聞く。ところによれば、色調の弱すぎたためということである大阪の作家は一種の濁った色調を持っている。灯籠流しも取材の日に優れたものであったにかからず線に入らなかったのは、 この色調のためであったろうと思う、中央美術大正5年5月と擁護した。1917年、大正6年の第11回文典では、歌仲間が兄、岡瀬の影ロフと共に入選し、ついで、やはり兄と共同で、朝日新聞の連載小説、年末、関松園作の差し絵を担当。これ以降数年間にわたり、大阪朝日新聞の名育児、野村愛製作、 知らぬ日、長田みき彦作、黄金、佐藤幸六作などの連載小説の挿絵を、兄の他北野常富らと共同で多数端した。同じく大正六年には、木版画集、新浮世絵美人号が刊行され、池田照方、池田松園、北野常富らと共に、聖園も原画作者の一人として名を連ねた。彼女の湯上がりは、真に、 大正の新武器用として後世につてふ雪き一品、指名不詳大正6年3月と絶賛された。この時期以降、雑誌の表紙絵、付録絵、カレンダーのイラストなども多数手掛けている。また時期は少し下るものの、1922年、大正11年には、柳原白蓮の詩と声援が原画を描いた、基板画を組み合わせた、新西慶長娘族12ヶ月少女の頃が、 刊行された。大正6年に発表した、女、9代、黒髪の誇りは、上半身を裸けぶさもあらわな女性が、般若の描き込まれた着物を,をまとい、ただならぬものを感じさせる眼差しとともに髪を、そう、といった感動的ながらも不穏な印象を与える。作品で、裸体化に厳しい批判が寄せられていた時期であったことも、あり、父の助言を入れて、 当初よりも性的な印象を弱めた作品として、茂田にもかかわらず、その年の最高第四回印店では落選した。なお完成時の、この作品には、家中の女性の足元にたらいが書き込まれており、当時の新聞に掲載された写真にもそれが見て取れが、現在はその付近が切断されている。その、女同様、無題も、また、感覚的な洗練を追求する、それまでの、 美人がら一歩抜け出し、声援自身とも言われるが中の女性の顔にあざを描き込むことによって、その内面をも表現しようとした意欲作であるとされるが、なぜそれに適合したが題をつけない、無題などは、卑怯千万、大正日日大正七年六月十二日と非難され、別の展覧会では、画質の女という題をつけて展示されたこともあったほか、作品を、 旧婚広告として揶揄するイラストが新聞に掲載されるなど物議を醸した。1918年、大正7年に発足し、北の常富、金森寛洋、水田地区ほらと共に、聖縁も会員として加わった大阪沢会は、その設立の周囲に、絵画は自己の精神のうちにどんなものがあるを示すことによって、他人の精神に自己の知器を乱すものと謳っているが、この 無題は、同年6月に開かれた同会の、第一回試作展に出品されたもの。こうした傾向は1920年、大正9年の第二回帝国美術院展覧会、定点に出品して入選した、キャラのるで一層深められた。聖縁の母がモデルを務めた、この作品では、老齢に差し掛かった、着飾った遊女を、上下に長く引き伸ばしたグロテスクな造形で描き、 肉体美に執着する女性の豪を表現したとされ、今日なお彼女の代表作とされる。石川西一郎に美に陶酔せる一種の強気常味を発揚した力作だ。京州画家として、あそこまでとっつこんだのは、こととすべし、新興論大正9年11月と算された一方で、石井白帝には明らかに邪道に入っている。衣装の赤と黒の独々しさ。 妖艶と陰酸とを兼ねたようなものをうつつはそうとしたのかもしれぬが、画の現れは極めて下品な嫌みなもの、中央美術大賞9年11月と批判された。この作品は1934年、昭和9年に制作された、シュラウと共に、青艶自身によって大阪市立美術館に造された。同じ大賞9年、1920年11月には銀行員、 森本豊次郎という異能を交わし、同居生活に入ったが、入籍は、大正15年6月、これが、本人の十分な合意を得ないままに強行されたことで、あったこと、それによってもたらされた、生活環境の変化は、彼女の創作にも、大きな影響を及ぼしたと見え、1923年、大正12年に開いた、結婚後初となる個展で発表した新作、春恨み。 こんな歌舞伎、これ夜などは、聖魂の抜け足元も、定かならぬありさま技巧は連達していても、女子の個性は見当たらない。ただの綺麗さ、手際の良さ、触工的な熟練さが認められるのみである、大阪日日大正12年4月10日と、これまでにない国評を浴びた。また、1924年、大正13年には、共作による、新版が、 新浮世絵美人号7月夕上がりを発表している。しかしこうした一方では、夫、豊次郎が同年に、上海に転勤し、西縁自身も、その後数年間にわたって、同地と大阪を往復する生活の中から、上海にて、上海娘、灯籠祭の夜などといった、中国の風俗に取材したい職作が生まれている。そして1927年、昭和2年、 第10回定点に、林が入選。これは、彼女の中央の展覧会での最後の入選となった。昭和に入って、以降は、夫の度重なる転勤に同行して、小樽、中国、大連、同じく芝生、横浜、松本、岡屋と転居を繰り返し、自らの芸術の故郷と考えていた大阪から、離れたことによる創作意欲の減退、同時期の体調不良などにより、 作品はほとんど生み出されなくなった。終戦後の1946年、昭和21年、夫と与次郎の退職に伴い、大阪に戻り、上等区関目に居住、1951年、昭和26年には、規範後初となる古典を、開催、1956年まで、毎年開催した後、1960年には、大阪女人舎店に参加。 それ以後は、門邸、岡本聖薫との二人展を1969年まで、毎年開催した。1970年、昭和45年に、宝塚に転居したが、その直後の同年3月5日、脳梗塞により78歳で死去した。宗上門長の言う以降の声援の活躍は、日本画家を志す、同年代の女性たちの奮起を促すところとなった。 そうした中の一人、生田花朝、1889から1978は、後年綴った、エッセイ、雪毛の花の中で、大阪の私たち女の作家は、まず島さんのクッキによって立ち植えつたようなもの、そう上門町の言うこそは、全く島さんの花々しいがあだんへの稼出でありまた、私たちへの八分の先駆実際大阪の女流画家で、直接なり、間接なりに、 島さんの影のかからない人はないと回想している。その後の文典では、大正3年の第8回で、岡本さらえん、小形花穂、翌大正9年の第9回では、松本花羊、北に、当時は、吉岡畜産、第10回で再び岡本が入選を果たしたのを、はじめとして、大正4年に第1回が開催された大阪美術展覧会。 大天へもすでに触れた画家たちのほか、橋本聖花、平山聖緑、宮本聖あやつら多くの女性画家たちが作品を出品し、その盛況は、両家の夫人、霊嬢たちがすこぶる熱心に出品の準備中なるは、注意すべきことの一なり、大阪毎日新聞特筆された。こうした他にも、大正3年の慶州画界、大正6年の慶州画家作品転換などといった。 女性画家の作品だけを集めた展覧会も開催された。こうした流れは、北の常富によって大正3年に設立された白明る社や、北日草によって大正9年に設立された八草会などといった女性画家の育成に積極的に取り組む画塾の誕生をよってより深く根付いたものとなった。声円の門下生にはいずれも女性の秋田成京。 1900没年不詳。伊東成金。1897没年不詳。菊池茂照。18711934。高橋聖全米。青年不詳1994。吉岡美恵。19111999. らがいるが、特に、岡本聖薫。19071992は、ジップの死により、内弟子として入門後。 森本家の家事一切を受け持ったほか、聖縁夫妻の数度にわたる転居にも、同行、家族同然に生活を共にする一方で、創作にも取り組み、聖縁の死後は、正式に森本家の養女に迎えられた。聖薫は1977年、昭和52年の森本豊次郎の死去後、聖縁の遺作85点を大阪市立美術館に寄贈。後京都に転居し、 1992年に没した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。